せせせせせせつけい。いやあ、せつなきづきだよ。記憶少女ジエンド。さて、行きますぞ。青木さんのロッカーのところへ。青木さん。青木さん。青木さんのロッカーへゴー。あ、待てよ。違うな。ああ、俺天然だよ。俺前回のパートから天然出してきとんや。そうじゃん。限り管理室のロッカーやん。ここじゃないやん。俺めっちゃ勘違いしてるやん。もう前回のパートからプープープーって思うとった人おるだろうな、視聴者の中で。鍵の管理のところ。管理のところ。管理のところは2階あったな。そうじゃそうじゃ。危ない。今のはガチで危ないよ。近くにおるのに、おるので気づかれてブームってならんところ。あぶな。今右向いたよね。今右向いたよ。入ってガシャンって入って1週間右向いた、あの赤いやつ。そう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 、こっちこっち。確か左側に出てきとんよな、新しく。あ、ここだ。これか、これのどっかやな。これじゃ全部開く、もしかして全部開くんや。綺麗に全部開くわ、やった。さて、1つ目ない。2つ目ない。3つ目、ナッシング。4つ目、あった、これだ。何これ、レア室。どこそれ。もう1つ、多分ないと思うけどね。ないね。レア室。そんなすごそうな、やば。疲れてるんだ、僕は疲れてるんだ。こんなものが見えるわけないじゃないか。ああ、どこなんだろう、霊安室って。ここじゃない、出てきとるよな、赤いやつ。あれ、おらへんで。あれ、気のせいかな。あー、ここダメ、ここダメ、ここブーンなるところじゃなかったっけ。ここか、ここあかんかったような気がすね。いけんかったっけ、その前。おお、こっちか、こっちだろうか。違った。あー、もうレアン室どこやねん。レアン室の場所教えてくれたまえ。どこやねん。書いてなかったわな。ここブーンじゃなかったっけ。まあいいか。まあいいか、ブーンにならんのだったらそれでいいわ。これで結構やわ。そうか、もう1回か、レアン室1回か。ここの回もう用なしなんだ。なんだ、もう俺いろいろ勘違いしてすぎ。一回行きます。さて、新しい防衛網を突破してよってことですな。この上じゃ、あー。はい、やー、防衛網突破できず早い。防衛網突破できません。おしゃ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 、どこだどこだ、ここか、違った。これはなんだ、フラムマップ。やった、何これ。え、何これ。調理し、調剤室。薬か。そうこう。じゃあ、アイテム行く必要ない。事務室。受付。玄関。玄関から出れればいいやん。このまま玄関行って出れるとかそういうんじゃない。レア室遠い。レア室遠いよ。レア室遠ないかよ。診察室。まあいいや。レア室の場所だけでいいわ、今は。どうやって戻るんこれ。あミスった。どれで戻ったんあれ。ミスった、やり直しだよ。もうマップ見る必要ないけんな。こっちか。あっ、同じ列に並ぶなよお前。あ、U ターン違う、下に行くんか。こっちかった、確かこっちだったかな。ここや、やった、案外簡単にたどり着いた。怖っ、さすがレイアン室。怖い、
お土産がある、たくさんのお土産、東京タワーとか湯飲みとか茶碗とか、京都行ったんかな、東京と京都行ったんかな、東京と京都行ったんかなって若干早口言葉みたいな並びになってる。なんこれ、え、なに、なに、うん、ブーンってなっとけど、え、あ、あるある、アイテムあったわ。キープレートに背面玄関って読むか、玄関、こっから出ろってことか、これでここから出られるな。うん、よっしゃー。でもこれ、アキラくん、ちょっと顔どうしました、アキラくん、アキラくん、え、アキラくん落ち込んでんの、あの一人で行くなって言っただろうって言われたけ、落ち込んでんの、怒られて、どうしたん、お菓子買ってあげようか、ここから出たらお菓子買ってあげようか。玄関どこやったっけ、背面玄関どこやったっけ、防衛も突破、よし、これどうやって戻るんやこれ、違う、あ、こっちかな、あ、これじゃ、つまりだ、今おる位置からまっすぐ右で、やっほー、現在地のマップの上で決定機、ま、現在地のマップの上、どういうこと、どういうことそれ、どこで決定機を押せって言うんだそれは現在地まずどこだったっけ、あ、マップのところか、これだけって、あ、そういう、そういう感じで終わるんだったんだ、わかるか危ない、俺ほんとハラハラするわ、やった、出られる、へいへい、これこれ、来いよ来いよ、出るぞお前、出るぞお前、張り合いないぞお前、はいはい、はい、来い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 、バイ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 、へいへいやった今のは怖なかったわ、なんか今のはなんか怖なかったわ、そんなに脱出したっけんかな、脱出したっけん、元気入っていいところ入ったんかな、俺入っていいところ入ったんかな、これ懐中電灯使えんかった入ってよかったんやわ、あぶな、それでさ、また即死イベントとか始まったら俺死にかけた、おるよ、うん、赤いんと青いんがおるよ、めちゃくちゃカップルみたいにおるよ、ねえ、私、あなたのことが好きなの。俺もだよ。付き合おうよ。うん。マキ、歩夢とマキみたいな関係のやつがおるよ。リア充バックだな、このゲーム。これじゃあ先に進めない。この病院から一刻も早く離れたいのに。こっから出られんの？妖怪出るけん出られんけんやん。妖怪じゃなくて幽霊だけどな。な、これ。この小屋に隠れて、あの発光体たちがいなくなるまで待機しておこう。マキの足の怪我も気になる。さっきまでずっと動き続けていたんだ。少し休まないとな。そうだね。歩夢くん。歩夢くん元気取り戻したから、よかったよかった。お菓子買わんでよかった。マキお兄ちゃん、マキお姉ちゃんのためにももう少し休もう。ありがとう。歩夢、アキラくん。まあ、俺もちょっと疲れてくるからよ。自分も休みたいっていうのも合うんだけどな。この暗い中にずっといようって感じがちょっとまずいよね。何？何者すんの？誰？今の女の子。ナウローディング。アミさん、起きてください、アミさん。誰だ貴様は？あ？あ、お前らだったんや。合流した。合流してきたんじゃん、これもしかして。学校来たな。時期に合流するんじゃん。え、これ出てきたところか、もしかして。え、どっち？合流しに来たんか？いや、これ病院か？こっち病院か？これ。え、学校か？これ。学校やな。ちゃうわ。合流しに来たんじゃないわ。病院まで来たんかと思ったじゃないか。はじめさんか。誰かと思ったら。
突然倒れてしまって、今までずっと気絶していたんですよ。そうだったんですか。つまりあの第2章の終わりのその後ってことだな。そのすぐってことだな。ごめんなさい。大丈夫ですか。今は大丈夫みたいです。そうですか。それならいいのですが、先ほどから周りに何かの気配を感じます。こっちにも来たん。おそらく私が先ほど学校内でいた化け物だとは思います。どうやら私たちの気配を察知してここまで私たちを探しに来たようです。早くここから離れなければ危険です。アミさん、本当に大丈夫ですね。はい。では一刻も早くここから離れましょう。なるべく見つからないように慎重に進んでいきますよ。またか。またスニーキングか。セーブしてない。大丈夫か俺。シフトキーでしゃがむことができる。しゃがんで移動すると敵に見つかりにくくなりますから、移動速度が落ちます。そうか。わお、助かった。お前の存在がおるだけでめっちゃ助かった。帽子は？まあ、ここ病院やけんさ、帽子なんかかぶっておるわけない。病院じゃないけんさ、学校やけんかぶってないよ。もうどれはつくんやけど。あ、ミスター、アドバイス聞いとけばよかった。今回はアドバイス変わっとったろ。一緒かーい。あ、移動速、しゃがみ移動のことも。それ聞いてるわー、聞いてるわーい。それ知ってるやつやわーいって。あ、しゃがんでるやん。ああ、一回押したらしゃがんで、離したら元に戻るとかじゃなくて、もう一回押さな。危ないやん。危ないやん。なんだかんだ、危ないやん。おお。おお。モードに入った。どうなる？危ないやん。あ、危ないやん、いけー。同じ列におるの危ないってことだ、とりあえず。お、綺麗に進めた。なんこれ。あー、ダメな。ダメな。看板に隠れるとか、そういう問題じゃなかった。看板に隠れとるとか、そういう問題じゃなかったの。看板に面と思うやん。思うやん。モードスタート。通れ、はよ通れ、横。よし、いいよ。よし、横を押す通り。そうか、ここでしゃがむを使うんやな。ほら見てみ、しゃがんだらいける、しゃがんだら。なるほど、応用編やな。その斜め移動やめろ、その斜め移動やめ、ああ、その斜め移動やめろや、お前ら。よっしゃ。次このパートのラストいきます。ここで右向くんよな。よし。でここで通って、こいつも斜め移動しょる。ゆっくりやけど斜め移動しょるわ。ここでしゃがんでコース通り。あー、ここの斜め移動よ。どうしよう。パターンか。あー、斜め移動避けにくいっちゅうに。次のパートはもう困難や。次のパート攻略するのに困難になってくるぞ。よっしゃ。でも今回のパートはここまでさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。アミとハジメさん、久しぶりに出てきたな。これ次回のパートにようやく合流するんじゃないの。パッパとポエムを切り抜けてさっさと合流しましょうぜ。5人揃うぞ、5人。とにかく次回見つからないように頑張ります。